はい、宮和人でございます。今日は8月27日土曜日、土祭り1日目でございますけど、今日はキャラバン四つ葉の皆さんと一緒に、動いてます。おはようございます。おはようございます。はい、ということで、到着しましたね。名古屋城前ですよ、はい、今から出陣というわけで、はい、城の中に攻め込んでいくわけですか。いざ合戦じゃ。いやね、あ、すごいね、こういうの、こういうの練習しとくの。うおーみたいな。うおーういよ。もうちょっと凄みが欲しいですね。えいわっしょいわっしょい。素晴らしいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいですね、もう初めて見たんですけど、すごいですね、これ迫力がすごいですね。迫力すごいわ。こんな感じになってんだ。そうですね、もう鳥肌もんですね。鳥肌もんですね。なんでちょっと僕らも気合い入れてやんないと負けちゃうぞというこの勢いにね、はい、よろしくお願いします。お願いします。皆さんに感想聞いて、午後の方修正していこうかな。そうですね。他の団体はすごいよ、時間は。いや、すごいですよね。小道具というか大道具というかみたいな。すごいよな。自分たちでなんかキャスター付きの台みたいなのってバーッと走ってます、ね、すごいすごい。あの掛け声もな、掛け声すごいですね。おすしろーマグロ祭り。はい、マグロ祭り出てねえじゃねえか、声止まってるじゃねえか。次の会場に参りたいと思います。せーの、はい、ということで、企画会に来ましたけど、なんとここで犬飼くんに会うというね。犬飼くん、どうぞ。他チームの敵です、スパイです。敵チームです。敵ピアニストです。ピアあのレコーディングでピアノ弾いてまして、今日流れてます。すごいね、まさかの前後ということで。まさかの、ちょっと今から石川君と、はい、あのビンタ対決してもらって軽く無理ですね。ということで盛り上がっていきましょう、はい、ありがとうございました。また後ほど。1日目終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、初めての土祭り。はい、どうでしたか。暑い。周りの皆さんすごいレベルが高くて、ずっとイチャついてたじゃねえかお前よ。いやいや、あの一人のあの利用者さんとずっと手つないでました。このクソ悪い方ずっとハグしてたりね。そういう祭りじゃないの。いやいや、そんな話どうでもいいんだけど、会場の盛り上げ方っていうか、まあね、重要じゃないですか。僕なんか特にね、マイクで喋ってますからね。メインステージではなんて言ってくれるんですか。メインステージは明日本番ですからね。大トロ2巻とか。ちなみに時間言うとどんな感じですか。大トロ2巻。あ、いいね。石川君言うとどんな感じ。大トロ2巻。バリエーション変えてきました。ペラペラのペラペラの大トロ2巻が出てきたよ。ということで1日目、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。